皆さんこんにちは今井です本日は Web スクレーピング入門番外編ということで Web スクレーピングせずに Web ページ上の表データを一瞬で取得する方法について分かりやすく解説いたします Web ページから情報を抽出するにはセレニウムやビューティフルスープなどのライブラリを使用しないといけないのではないかと思っていませんかもちろん基本的にはその認識であっておりますしかし表データにおいてはセレニウムやビューティフルスープなどを使用せずとも取得することができてしまうんです そんな便利な方法を今回はサクッとお伝えします。表データの取得だけだとすぐに終わってしまいつまらないので、表データを取得後、表の中身を整える後処理に関してもお伝えしていきます。ウェブから取得してきたら整っていない少ないデータを扱うので、データの処理方法を学びたい方には、もってこいの内容です。 本動画はスクリーピングのコードを書くわけではありませんが、Web からテーブルデータを一瞬で取得する方法を学ぶことで、皆さんの業務効率化でのヒントに大きくつながります。ぜひ楽しみながら学んでいただければと思います。それでは早速、講義に入っていきましょう。それでは、Web ページ上の表データを一瞬で取得していきたいと思います。今回はスクリーピングライブラリである Beautiful Soup やセレニウムは一切使用しません。 今回使用するのは、なんとデータ整理に使用する Pandas です。皆さんご存知かと思います。この Pandas を使用して表データを取得していきたいと思います。では行きましょう。まず、インポート Pandas as PD で Pandas をインポートします。そしたらですね、今回使用するサイトを見たいと思います。今回は Yahoo Finance の中のこの値上がり率に書いてあるこちらの表データを取得していきます。検証ツールを開いていただき、 これがしっかりとテーブルタグで作られているかを確認しましょう。こちら見てあげると、はい、ここにテーブルタグで囲まれていて、下にテーブルヘッダーとテーブルロード、テーブルヘッダーとか、まあそういうふうに書いてあるかと思います。はい、これでしっかりとテーブルタグで囲まれているというのを確認できたら、一旦確認は OK です。準備は終了です。これが非常に重要で、まあ表といってもちゃんとテーブルタグで囲まれていないと取得してくることができません。 で、今回必要なのは、このページの URL のみですで。こちらをコピーしていただき、読み込んでいきたいと思います。パンダスの中にですね、リードほにゃららというのがいくつかあって、この中のリード HTML を使用します。で、ここに URL を入れてあげれば、実は OK なんですねで。URL を一応変数として定義しておくといいかなと思うので、こういった形で定義して、この中に、はい、入れてあげましょう。 これで、この URL の中から HTML を読み込みますよ。で、その中のテーブルタグを認識して読み取ってくれます。では実際に DFS としておきましょう。もしかしたら複数入ってくるかもしれないのでデータフレームが複数あるよということで DFS としたいと思います。では、行きましょう。で、中身見てあげるとこのように、はい、なんかデータ取得できてますよね。 で、これ今一番最初、リストで書かれているので、実際にこれ何個入ってるのかっていうのを確認したいと思います。1と書いてあります。はい。これどういうことかというと、このページ内にはテーブルタグで囲まれているテーブル、つまり表は1個しかないよと言ってます。確かにざーっと見てみると、テーブルはこの値上がり率しか書いていないと思うので、まあこれは確かにその通りかなと思います。これがもしテーブルデータが複数2つ3つとあれば、ここの pd.read.html で複数すべてですね、読み込んでくることができます。なので DFS の中身が2とか3とか、まあ長さがですね、2とか3とかになるわけです。つまりその2とか3っていうのは表データの数を表しています。で、今回一つしかないのでこのままで大丈夫です。で、一応 DFS で読み込んでいるので、その中の一つを取りたいということで DFS の中の0番目を DF としてあげましょう。で、 この DF の中身を見てあげると、はい、このように取得してくることができました。はい、もうこれで取得完了です。本当に一瞬ですよね。 めちゃくちゃ簡単じゃないですか。で、これで終わりといきたいんですけれども、これ取ってきて綺麗に入っているように見えてるんですけれども、実際に中を見てみるとですね、まだまだ甘い部分があります。どういうことかというと、じゃあ中身ちょっと見てみましょうということで、DF の中の例えば前日比というのを見てあげましょう。で、こうやって取ることができて、バーっと書いてあります。で、これで、例えば0番目取ってきます。そうすると 33.、33.76% プラスと書いてありますが、これ、はい、シングルコーテーションで囲われているように、これストリングなんですよね。まあ文字列型なんですよ。でもこの33.76って皆さんはどういうふうに扱いたいかというと、もちろん数値として扱いたいですよね。で、これは他の33.76だけじゃなくて、例えばですけれども、え取引値、取引値1と書いてあるドット1か。 え、これを見てみると、これも317と、これ取ってくることできてるんですけれども、ストリングなんで文字列なんですよね。なので、これ数字で欲しいのに数字で管理してくれていない、取得していないっていうのが現状です。なのでこれがちょっとややこしいというか、ま、後処理を加えなければいけないっていう点です。で、実際に日付の部分も同様に、11、え、日付がここはなさそうですね。え、ちょっと見てみると、 15と書いてありますが、このように日付が15時と書いてありますね。で、この時間の部分に関しても、見てあげると、このようにすべて、はい。 シングルコーデーションで囲われている文字列なわけなんですよね。はい。ということで、これをしっかりと、まあ、デート型とか、日付型とか、時間として扱ったりとか、数値として扱わないと、やっぱり、ちゃんと使えるデータではないわけなんですよね。ということで、今からデータを取ってきたいいものの後処理として、文字列をうまく数値とかに変換していきたいと思います。 では、後処理に入っていきたいと思いますが、この後処理に入る中で、最初にまず重要なのが、取ってきたデータって、ちゃんとこのデータと表と合ってるのかっていうところを確認するっていうところから、まず見ていきたいと思います。で、これ、順位、高度、市場と書いてあって、で、名称、取引1、取引、あ、取引1、取引1、1ってなってるじゃないですか。で、これ、見てみると、そんなのないんですよね、1なんて。 これどういうことかというと、この取引値の中に2つ分かれてしまってるんですよ。で、前日比も同様に2つ中に入ってるんですよ。で、これ見てみると、前日比前日比1ってなってるわけなんですよね。これを別々の、まあ、列で読み込んでしまっている。で、名前を取引値、取引値1って適当に決めてるんですよね。で、これまずそもそもおかしいですよね、この列の名前。なので、これをまず変えていきたいと思います。この列名ですね。カラムの名前を変えていくというところから始めていきたいと思います。 では行きましょう。えー、DF、まず必要なカラムはそのまま使って、えー、不要なカラムを名前を書いてあげるのですが、まあ、その際に必要なのが、まず DF.Columns で、えー、ここにすでにあるものをこうやってコピーしてあげるんですね。で、DF、それでこれをこのように表示して、 え、変えたい部分をそのまま文字列変更してあげます。え、取引値って書いてあります。ここ、れ左が時刻、まあ日付で、右が取引値ですよね。なので、右が取引値で、取引値段ですかね。取引の値で、こっちが、まあ日付、まあ日時とかにします。日付とかにしておきましょう。で、前日日も同様に、左が前日日で、右はどちらかというと増加、 量ですよね。まあ、増加値って言えばいいんですかね。ちょっとこの名前は適当ですが、左前日比の右は増加した値なので、増加した値というふうにしておきましょう。で、これをカラムの名前にしてあげたいので、そしたら d f c o l a m m s c a l m s として、これで代入してあげれば OK なわけです。はい。そうすると上が、 日付、取引値、取引年、前日,日、比増加値というふうにカラム名をまず整えることができました。このようにですね、df.calums をこうやって 表示させてあげるとすべて書く必要がないので、これをコピーしてあげればよかったりします。まあこういうね、ちょっとしたあの tips みたいなのもですね、この動画であのぜひ学んでいただけたらと思います。で、df.head でまずカラム揃いましたで。そしたら先ほどお伝えしたように数値に変換する必要がありますと。数値に変換しなければいけないのは、この順位と、コードと、あと取引値、 で、増加値と、あとは出来高ですかね。これらを数値に変換する必要があって、この前日比に関しては33点って書いてあるように、これフロートで他はイントに変換する必要があるかなと思います。っていうところをしっかり確認してからスタートしていくといいかなと思います。で、このままスタートするとですね、まあ実際私がちょっとつまずいた部分でもあるんですけれども、えー、エラー起こったりしますと。で、どういうことかというと、まあまずちゃんとデータの中身をざっくりとでいいので確認しましょうっていうのが私がお伝えしたいことです。え DF の中 中身見ると今回は、まあ、50行しかないんで、まあ、これはまあぶっちゃけ簡単というか楽っちゃ楽なんですけれども実際のデータってどれぐらい入ってるかというとまあ100、1000とか1万とかあるかもしれないじゃないですか行数が。であっに全て見るのはきつかったりするので、まあ、よくやるのはですね最最初とと後だけでもしっかりとデータの 特徴みたいなのを確認しておく必要があるんですよね。で、これで、まず DF.head で前を見て、そして、後ろ、お尻の部分を DF.tail、尻尾を意味するテ i ルですね。で、これ見てあげるんですけれども、ここで何か一つおかしな点気づきませんか皆さん。これにちょっとですね、あの、私、まあ、騙されたというとあれですけれども、エラーを起こしてしまったんですけれども、まあ、すぐあの解決はしたのですが、これどこがおかしいかというと DF.tail のこちら見てください。これおかしくないですか 順位のところに順位、コードのところにコードっていう文字が入ってるんですよ、50行目。はい。意味わかりますかね。なので、これって実はもういらないデータが最後に末尾に入ってるんですよ。で、これに気づかないと同じように読み込もうとしてエラーが起きてしまったりするので、はい。こういうのをまず頭とお尻だけでもいいので、実際にやってみる。で、 ま、エラー出たら、それでもエラー出たら実際中身見ていくとか、ま、そういう風にどん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 絞っていけばいいんですけれども、ま、頭とお尻だけはしっかりと確認しておくことをお勧めします。では行きましょう。え、この最後の行いらないので、これを消したいと思います。え、消したい場合は、え、削除したい場合はドロップっていうのを使用します。え、ドロップと使用しますが、まずこれにどういう値を入れればいいかというところで、df のドットインデックスというのを使用します。 で、df.index で、ここに、マイナス1と入れましょう。で、そうすると、この50行目の50っていうのが出てきますよね。で、これで df.index-1 として、この値をここに入れてあげます。で、そうすると、50行目がドロップしてますよね。50行目がドロップ。なので、このドロップした状態で、これだけだとまだ上書きされていないので、これを d f という形に入れてあげましょう。 df.tail でしっかり中身見てみると、はい、50行目。この部分が消えたのがわかるかと思います。ということで、まず、不要な値を消しました。これが最初の作業です。でそしたら、イント型への変換という、数値への変換の部分について見ていきましょう。えー、数値への変換も難しくないです。えー、df の、えー、例えばですけれども、順位というのがあったかと思うので、えー、こちら見て、これをイント型にしていきたいんですけれども、まず、 d タイプで見てあげるとゼロ。 とか、O って書いてあるんですけど、まあ、これ確か、O の意味します。これ、オブジェクトを意味していて、まあ、文字列とかだと、この O っていう風になるんですよね。要は、データの型、D タイプで見ることができます。DF の中のデータの型ということで、O となってるんですけど、これ、イントになってないですよね。だからこれ何が言いたいかというと、文字列で読み込んでますよという風に、まあ、先ほど確認していただいたように、この0とすると、このように1っていうのがシングルコーテーションで囲まれていたので、これが、この型の属性ですよ。まあ、つまり文字列ですよと言ってます。で、これをイントにしてあげたいんですけれども、 どのようにイントにするかというと、非常に簡単です。d f a s t y p e とします。この df データフレームをこの型で読み込みますよという風にしてあげるんですね。で、このまず列、どの列かというと、この順位っていう列をイント型にしてあげたいので、これをですね、辞書型で設定してあげます。どういうことかというと、順位っていう列はイント型ですよってことで、イントってしてあげるんですね。はい。で、これで、 df に代入してあげますそうすると DF のもう一度この中身のタイプ見てあげると Int の64になってます64ビット型の Int 型に変わっているわけなんですよねまあ64ビットは気にしなくていいです Int 型に変わったと思っていただければ大丈夫ですはいこのようにアズ t y p e を使用することで指定したカラムのデータ型を変えることができます で、他にもイント型にしたいのっていくつかありましたよね。なので、それらもまとめてイント型にしてあげたいと思います。ただし、これもまたちょっとややこしくて、このままだと処理できるわけではないです。えどういうことかというと、イント型にしたいのをまず確認すると、え順位、コード、で、取引値、ね、と、あとは、増加値と出来高じゃないですか。で、これ見てみると、はい。 えー、この増加値の部分はイント型にしたいけど、前にプラスっていう、まあこの文字列入ってますよね。このままだとイント型にできないわけなんですよ。なので、これをちょっと工夫してあげる必要があって、ちょっとややこしいのですが、この増加値だけちょっと注目して処理を加えたいと思います。DF の中の増加値。これがいらないの入ってましたね。増加値見てあげて、それの0。 で、見ててあげると80と80なってますでこれ、プラスの部分いらないので、プラス80のプラスがいらないので、これを消してあげたいと思います。まあ、いくつか方法あります。えー、正規表現使ったりとかする方法あるんですけれども、私がよくやるのは、この実際にいらないものを空白でリプレイス、置き換えてあげるっていうのがよくやる方法です。このプラス、まあ、半角と全角でも違うので気をつけてください。で、これを、プラスを空白にしてあげますよということで、 すると、この80っていう無駄なプラスっていうのがなくなったわけなんですよね。よろしいでしょうか。っていうのを80だけじゃなくて、すべての増加値に対して適用してあげるっていう必要があります。で、ここでまあ、法文書いてあげればいいかなというのが、まあ、次のステップです。で、まあ、法文書いてもいいんですけれども、皆さん内包表記ご存知ですかね。内包表記使うと、まあ、比較的、まあ、シンプルにというか、まあ、スマートに、まいくんじゃないかなと思っています。で、 よいしょまあ、例えばですけれども、増加、そうですね、増加値として値、こうなっているので、これをどういう形でもいいんですけど、リスト化してあげましょう。リスト化すると、このようになって、これを1個1個回してプラスを取り除いてあげればいいんですよね。なので、 えどうしようかなまあ、正規表、えっ、ー、と、内包表記で言ってみましょうか。えこの中から一個一個取り出しますよ。で、このリスト、今表示されているこのリストから一個取り出して、データムという変数に入れますと。で、その法文を作りますよという形ですよね。で、このデータム取り出したら、このデータムをそのまま入れてあげるのではなくて、 データムをリプレイスします。どのようにリプレイスするかというと、このようにリプレイスしてあげれば、えー、しっかりと完成することができるわけですよね。こうですね。 はい。内包表記わからない方は、えま、ー、ぜひ内包表記の動画も私、あの、作成しているので、そちらをご覧になっていただけたらなと思います。ま、法文と同じです。この DF の増加値から一個一個取り出してデータムとします。そのデータムを取ってきて、リプレイス、先ほどのこの作業を行って、リストに追加するっていうのを行ってくれてるんですね。なので、これを実行すると、このようにプラスの値が全部消えたリストを作成することができて、これで、DF の え、増加値値というものに、この指定したカラムに代入してあげれば、え、完了なわけです。で、まあ、法文の方がわかりやすいという方は、まあ、法文でやってみていただいても全然 OK かなと思います。まあ、例えばですけれども、サクッとパパッとやってしまうと、データというリストを用意しといて、4文で DF の、え、増加値、 ドット,トゥーリストとしてあげると、これでここでプリント見てあげると分かるんですけれども、データムという値には毎回このプラス80、プラス56でプラスって値が入ってくるので、これをリプレイスしてあげましょうと。で、リプレイスの方法に関してはもう上に記載している通りで、プラスをえこれを空白にしましょうとすると、プラスが消えます。で、この値を プリントするのではなくてデータというリストに入れてあげればいいわけですよね。そしたらこのデータの中にはプラスがなくなったリストが作成されるのでこれを DF の DF の増加値増加値に代入してあげれば OK なわけです。まあ実際これも実行しても変わらないと思います。 で、中身見てみると df.head で中身見てあげると増加値のプラスの部分なくなりました。ということでじゃあやっていこうということで、もう他全部プラス大丈夫そうですよね。プラスになってるので大丈夫だなと思うので、早速やっていきたいと思います。d f a s t y p e ということで先ほどのを使用してあげればよくて、こちらです。このように辞書型で指定してあげればいいので順位だけじゃなくて、他のものもここで セットにキーとバリューで指定してあげればいいんですね。特に難しくないかなと思います。ここで、順位と、あとはコードもイントにする必要があって、あとは取引値もイント、あと2つ、増加値。 値。どうしても地面の地が出てきてしまいますね。イントでできたかとしましょう。で、これでもう完成ですと。はい。よろしいでしょうか。ここを開業しておきましょう。あしない方がいいですね。これにしておきましょう。では、実際にこれでうまくいっやってみたいと思います。実行してみましょう。はい。そうすると、うまくいったみたいなので、DF 覗いてみましょう。 はいまあなんかパッと見見えないですけれども、えー、DF これだけだとあの実際に型が変わっているのかわからないと思うので、えー、先ほどお伝えしたように DF.dtypesDtype で見てみたいと思います先ほど dtype としたんですけれどもすべてのカラムの型を見たい場合は dtypes とするとわかるかと思いますこれでしっかりと int64 に変換されてますよねこれでしっかり、はい、データの型変換っていうのを完成させることができました特に難しくないかなと思います でですね、あの、ちょっと注意していただきたいのが、あの、今回は大丈夫だったんですけれども、もしかしたらですね、増加値とか、まあ、そのあたりで、問題が起こるかもしれないです。えー、今、うまくいきましたが、えー、もしかしたらうまくいかない場合もあるかもしれないです。というのは、実際に、あの、増加値のところが、 あのー、この値が、まあ、100とかだったらいいんですけれども、1000とかになるとですね、カンマが入るんですよ。で、カンマ入ると実はエラーを起こしたりするので、その部分要注意です。あ、これ見てください。ここ、 1,2,3,7ということで、4桁以上になると、カンマがつくんですよね。で、このカンマがあると実はエラーを起こしたりするので、これややこしいんですけれども、その場合は先ほどプラスを除いたように、プラスの部分を消したようにリプレイスで、カンマを空白にしてあげるといいかなと思います。 はい。これなぜ今お伝えしてるかというと、これ日々変わる値なので、私が今動画を作っているタイミングと、皆さんが動画を受講しているタイミングで値が変わるわけなんですよね。なので、このリプレイスをしっかりして、プラスの部分を空白に変えたように、カンマの部分も空白に変えてあげるっていう工夫が必要なので、そこだけしっかりちょっと頭の中に入れといてください。よろしいでしょうか。では、イント型への変換すべて終わったので、あとは、 まずフロート型。この前日比のところもフロート型変換してあげたいと思います。で、これももうこのまま使いましょう。いらないのが何かというと、プラスとパーセントいらないですよね。プラスとパーセントがいらないので、これは増加値ではなく、前日比として、先ほどのそのまま使ってあげればいいんですよ。比率、前日比として、 先ほどと同様に、プラスを空白に置き換えた後、パーセントも空白に置き換えるので、このリプレイスでプラスを空白に置き換えた後に、次に、パーセントを空白に置き換えるっていう処理を書いてあげればいいんですね。そうすると、で、これを作成して、で、DF の前日品の中に入れてあげればよくて、実行してヘッド、DF.Head で見てあげると、はい、このように前日比のとプラスが消えました。はい、こういう風に処理していけばいいんですよね。でこれをあとは、えー、よいしょコピーして前日比。でかつイントではなくフロートになります。フロートになるので。 このようにしてあげれば前日比のカラムをフロートで読み込んでねというふうになりますでは実行しましょう DF.dtypes でもう一度中身見てくださいそうすると前日比の部分がしっかりとはいここがフロートの64ビットのフロート型になっているのが確認できましたいかがでしょうかはいこれでインタとフロートへの変換は完了しました で、最後日付の部分は、この15時と書いてあるんですけれども、まあ、15時っていう多分時間というよりも多分どっちらかで日付が重要だと思うので、まあ、今日の日付に置き換えてあげたいなと思います。まあ、時間の方がいいという人は時間にしてあげればいいんですけれども、まあ、ここですね、あの場合によっては日付が書いてあったりするので、日付に変換してあげようかなと思います。で日付というのはう今日の日付に変換する形で進めていきます。では行きましょう。日付を扱うのは、デートタイムです。 イインポートデートデタイムで、今日の日付を取るために、まずデートタイムから、デートタイムから、デートタイムを取ってきて、で、その中から Now としてあげると、もう皆さんご存知の人も多いかもしれません。この部分ではい。 今の今日の日付ですね。12月4日17時23分という今日の日時までとってくることができました。で、これでまあ日付を、えー、入れる場合でもいいですし、えー、と日付でゃなくて、えーと 実際に時刻を入れるもよしですし、時刻は入れずに、えーまあ、このままこの値を入れるでもいいですし、まあ、そこはお任せします。で今回はまあどうしましょうかねえ。日付を入れようかなと。時間はどうでもいいと。まあどうでもいいとあれですけど、時間は置いといて、日付、つまり年、月、日、この4まで入れてあげたいと思います。よろしいでしょうか。はい。では、えー、早速やっていきたいと思います。まず、ここですね。 now, これデートタイムっていう方は時間まで表示してくれてるので、まあ時刻はいらんと。なのでデートタイム型じゃなくてデート型っていう日付を表すデータ型があるのでそちらにあのしていきたいと思います。で、この now から year とするとこれで年を取ることができてこれをこういう風に入れておけばよ で、な w 今の時刻から実際にマンスとすると、まあ、取ってくることができたりするわけなんですよね。で、まあこれ、どうしようかな、これをデートタイムをデート型に変換、確かデートタイム型をタイムトゥ d デ t トとしてあげると。 これで見ることができた気がするので、まあこうするのが一番早いかなと思います。ちょっと検索しますね。まあちょっと調べるっていうところもぜひ見ていただけるとあと思います。デートタイムをデートに変換するのは、えー、こちらがデートタイムドットデートを使用しますと書いてあるので、まあそのまま入れてあげればいいのかなっていう気がします。えー、なので、デートタイムドットデートで、デートタイム o w、えー、を入れてあげればいいのかな。 こうしてあげると、an integer is required と書いてあるので、やっぱり入れなければいけないんですね。これをちょっとややこしいですけれども、year とすると、年。で、now. これだとちょっとあれですね。ちょっと行ったり来た,たりになってますが month、m o u s イコールとして、で、これで月を取ってきて、あとはもう一個が、day 日ですね。日を取ってくるには、now.day として、 デイという変数に入れてあげれば、えー、今日の4という数値を取ってくることができます。なので、ここに、イヤーと、マンスと、デイを入れてあげれば、2020年12月4日という、この時刻なしの日付のみの型を取ってくることができます。 で、これが2020年12月4日となっているので、まあ、これをですね、まあ、すべてのデータに入れてあげればいいのかなと思います。つまり、この日付、基本的に日付はすべて同じだと思うので、この日付の部分に入れてあげれば、問題ないかなと思います。まあ、法文を回してもよしですし、えー、ものによっては、そうですね、まあ、どういう風にするかによりますが、デートという変数に入れて、ちょっと今、あの、実はこれ、 あの、特に準備してたわけではなくて、アドリブでやっているんですけれども、ぜひアドリブの部分を見ていただけると勉強になるかなと思います。で、これを、まあ、その、このデータの個数分、この行数分だけ、この日付を入れてあげたいので、まあ、この場合、例えば、確かこれで、はい、10個同じのを作成することができるので、まあ、やり方としていろいろあると思いますが、先ほどもお伝えしたい4分っていうのもありだと思いますが、df. えー、シェイプだったかな ?df.shape で、今回で言うと、えー、長さを取りたいので、まあ、0としてあげると50を取ってくることができます。これが長さです。まあ、これで取ってもいいですし、lens、えー。l e n の方がわかりやすいですかね。l e n としてあげると確か取ってくることができます。なので、この値を取ってくればよくて、date っていうのがこのようにリストで入っていますが、これを 掛け算して、この長さ分、掛け算してあげると、長さ分要素を持ったリストを作成することができます。なので、ここを、よいしょ、これを DF の、ここの日付としてあげればいいわけで、DF.head を見てあげると、 はい、このように日付が実際に入っていますよね。いかがでしょうか最後ちょっとですね、あの、実はあの、私が想定していた値と違う値がここに、 え、入ってたりしたので、え、ちょっとアドリブも混ぜてみましたが、このように実際に値をしっかりデート型で入れることができたので、取得した時も簡単にデート型で扱えるわけなんですよね。で、この、この見るだけだったらいいんですけれども、このデータを使って何かしたいとかってなった時に、またいちいち何かをしなければ、まあ処理を加えなければいけないというめんどくささがあるので、まあこういう後処理を加えてあげるとデータがより綺麗になるわけなんですよね。まあこの市場とか名称はまあ文字列のままでいいかもしれませんが、まあその他の部分って うような数値だったのでちゃんと扱いやすい形にしておくと後々使いやすい形になってくるかなと思いますし、まあ、これを CSV とかで、まあ、しっかり吐き出してあげればその分、まあ、それも使いやすくなったりするのかなと思っています。はい。ということで、まあ、後処理ということでちょっとアドリブも含めたあのこのデータの扱い方っていうところに関してあのお伝えしてきました。 いかがでしたでしょうか、まあ、データ取得めちゃくちゃ簡単でしたよね。で、このデータの後処理っていう部分も、まあ、ちょっと実践的だったんじゃないかなと思います。実際に生のデータって、まあ、こういう処理を加えないと綺麗なデータにならないので、まあ、こういう経験もですね、どん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 積んでいただけたらと思いますし、まあ、こういう講座を今後も配信していければと思っています。ということで本日の動画は以上になります。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。今にのプログラミング塾では、 Python を中心としたプログラミングコンテンツや Python を業務で活用する便利な講座を配信していきますので是非本チャンネルの登録高評価よろしくお願いいたします。